こんにちは。キッドグループチャンネルピアノ演奏担当、さくらんぼちゃんです。今回は番外編をお送りしたいと思います。先日私の元へ一通の手紙が届きました。内容をぜひ動画で上げてほしいとのお願いでしたので、これからご紹介させていただきます。オリンピック開催に向けてとっても心配しております。日本で行われるのはもう私たちが生きている間で最後かもしれない、そう思うといても立ってもいられず、お手紙をお送りしました。コロナの心配が世間を騒がせる中、このままマスクだけの対策で無観客開催をして、果たして海外から選手も集まるのか、満足なオリンピック開催ができるのか、危機感を感じています。そんな時、アメリカのバイデン大統領の科学に基づいた対策をという言葉で私はひらめきました。自身の研究開発の経験を生かし、コロナ対策のカプセルを作れば安全安心なオリンピック開催をできると。そのカプセル案とはこのようなものです。顔全体をカプセルが覆ってる感じですね。そしてこちらが特許庁長官の受領書になります。そしてこれが明細書になります。先ほどのカプセルについてこちらに詳しく書かれています。少しこちらの明細書について詳しく読んでみたいと思います。公安の名称、飛散危険物遮蔽具。本公安は飛沫感染源や飛散する高温の油や飛散する溶解金属などの飛散危険物から人間の顔を中心とする頭部を完全に遮蔽して保護するための技術に関する。コロナだけじゃなくて油からも守ってくれるんですね。近年、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、飛沫感染を防止するためのマスクとかフェイスシールドの技術が多数提案されており、このうち特に顔の表情が隠されないフェイスシールドやマウスシールドは、接客などの機会の多い職場や幼児を扱う託児所用として多数提案されているが、主に顔の前面または口の前面を局地的に覆うことで装着が容易なタイプのものが大半である。なるほど、確かに。ところが蒸気のようなフェイスシールドやマウスシールドは顔の前面を局地的にカバーするだけのものであるため、例えばコロナウイルスが上方から落下してくるような場合とか、側方から侵入してくる場合などの遮蔽が十分でなく、また自分から放出した飛沫などの遮断も完全でなかった。またコロナウイルスなどの飛沫感染源の遮蔽のみならず、揚げ物をする場合の飛散する高温の油からの遮蔽や、溶接する場合に飛散する溶解金属などの飛散危険物から完全に遮蔽して顔面や頭部などを保護できれば好ましかった。確かに油は熱くて嫌ですね。そこで本公安はコロナウイルスなどの飛沫感染源や飛散する高温の油や飛散する溶解金属などの飛散危険物から顔を中心とする頭部を完全に遮蔽して保護することを目的とする。次は構造について簡単に説明したいと思います。頭部の背面から頭部のてっぺんを覆う本体部、こちらですね、と、この本体部の前面に装着されて顔の前面を覆う前面部、こちらですね、に二分割して結合離脱可能にするとともに、この前面部を前期本体部に対して上下にスライド自在にした。これなら安心して食事もできますね。この際、本体部または前面部の任意の箇所に音声を伝達するための音声伝達口を形成すれば、他人との会話を不自由なく行うことができる。こちらになりますかね。また前期本体部の背面側中央の内部に被覆体内部に向けて空気を送り込むためのポータブルファンを取り付け、また必要に応じて本体部の任意の箇所に内部の空気を払い出すための通風口を形成すれば、例えば被覆体内部の湿度が上昇して
被覆体が曇った場合などにおいて、ポータブルファンの作動によって曇りを取り除き、視界を良好に保つことができる。ということで、今軽くざっと説明させていただいたんですけど、このカプセルの制作に協力してくださる企業様、制作業者様を募集いたします。内容について詳しく知りたい方は直接お問い合わせください。素敵なオリンピック開催になることを祈ります。以上、お便り紹介のコーナーでした。最後まで見てくれてありがとうございました。